こんにちは。こんにちは、こんにちは。チコチェリです。はい、今日始めましょう。はい、今日は何しますか。今日、名前がいろいろけど、マルファッティ、ダンストラングラプリティ。マルファッティ。マルファッティ。マルファッティ初めて聞いた。ストラングラプリティ。ちゃんとできない、マルファッティ。よく。マレ、ファッティ。ああ、ちゃんとできないっていうように。ああ、全然名前違う。ちゃんとできない、マルファッティ。けれどもね。逆にストランゴラプレーティはストランゴラプレーティそのプレーティはお坊さんだ、神父さん、ストランゴラーレ息できないの、喉が詰まっただから神父の首を絞めるって名前でしょ。全然違う名前ついてる。そうね、そうね。けど基本的に、肉と、オレンジのニョッキ、はい、私たちの家族、はい、これこのニョッキそのクリスマスのファーストコース、はい、はい、家族で決まってるね、なんとなくね。そうそう、昔からそれね。OK、まあとりあえず材料から。はい、材料、材料から。そう、1キロのオレンジ、1キロのオレンジ、そう、私はもう茹でたね、もう茹でたけど1キロの茹でたオレンジ、はい、そう、ミンチ、はい、牛、はい、はい、これ200グラム、そう、これちょっと多いけどね、買ってみて。あ、だべ、250グラム、バントミナク200グラム、はい、200グラム、サルシッチャその200グラム、もちろんそのペストゥーム使えるね。おお、ペストゥーム、これ代わりに、まあ、とにかく私は、はい、その、日本に行った、時、はい、このニョッキ、作った時、その味ちょっと似てるために、そのサルシッチャミ作らなかった、ちょっとサラミ使ったね。ああ、サラミ使った。基本的にそのミンチ、もちょっともっととちょっとサラミ、サラミ細かく切って、だからちょっとその似てるな味、あ、ね、あ、なるほど、はい。だからこれサルシッチャでしょ。そう、サルシッチャ。豚のサルシッチャが見つからなかったらサラミも使えるってことね。そう、ちょっとだけサラミ、ね、ちょっとだけ分量変えてね。そうと、もちろん、そのペストゥーム。ペストゥーム、はい、ペストゥーム手作りで言ったらね、はい。そう、手作りのサルシッチャだから、別に、はい、まあ、全然ないと、はい。と、卵。はい、卵。3個。はい、3個。はい、卵3個。と、その、オールトマト。はい、はい、缶トマトね。そう。はい、塩。塩。小麦粉。小麦粉。パン粉。パン粉。パン粉。わからない量。ね。適当ね。適当、はい。他のやつもそうですけど。はい。と、最後の最後、はい、ソース、はい、このニョッキの上、はい、かけるソース、はい、バターとパルメザンチーズ、はい、バターとパルメザンチーズとトマトがあるんだけど、いらないですか。ちょっと砂糖、はい、少しだけちょっとだけ、ね、ちょっとの砂糖ね、砂糖とオリーブオイルはいらない。オリーブオイルいらない。あ、いらない、いらない。あ、OK です、ね、はい、はい、では始めましょう。はい、OK。 その鍋、はい、この缶トマト、あ、缶トマトから、そう、そしてん、もうちょっと中カット、はい、このまま入れます、はい、ね、ちょっとだけいつも通りその、はい、この水で洗います、はい、まあ、とにかくそのストランゴラプレーティ、はい、その神父の首を絞める、美味しすぎて、めっちゃいっぱいこううわーって食べるから餅みたい、うん、喉に詰まって神父が死ぬっていうね。よくあるイタリアで食べ物の、名前、はい、その、まあ、教会の人たちの名前ついてる、はいはいはい、その昔から普通の人たち比べたら、うん、神父さん金持ちです。とにかくハイクラスね、はいはいはい、だから一番美味しいな食べ物神父が食べる、うん、でそれをいっぱい食べて喉詰まらすって話だね。まあ嫌味というか、はい、とても冗談で、悪い冗談、もちろんその神父さんたちはイメージ、はいはい、彼たちはちょっといっぱい食べるのイメージ、はいはい、じゃないでしょ、そのイメージは。ああ、ないね、そうね、そう、はい、そのなんとお坊さんみたい、はいはい、昔からの冗談、はいはい、とにかくここにつきますね、はい、つます、気つけて、気つけて、これお酢置いておきます。ちょっと温めるね、はい、OK。 私たちのサルシッチャ、はい、その外の皮、はい、取らないといけない、
グツグツ。入れてます。まあ、ちゃんと混ぜる。はい、全部、その、なんという、塊が、いらない。だから、これ、するね。ちょっと潰す肉も。はい、潰しながら混ぜるってことね。ちゃんとトマトとね。え、このまま、30分。はい。料理します。煮込む。煮込む。はい、30分。はい。待ちましょう。OK、ほとんどもう30分経った。はい。ちょっと砂糖。本当にいつも通り。はい。半分のスプーンな。はい。消します。はい。消しました。今、もちろんその手入れたらちょっとやばいでしょ、ちょっと熱すぎる。何の話え、だけ今ニョッキするためにこれしないといけないでしょ。ああ、だからちょっと待ちます。はい、置いておきます。ちょっとだけ冷めるね、触るまで、はい、とりあえず、はい、待ってる間、待ってる間茹でた、はい、ほうれん草、ほうれん草ちょっと細かくカットします。もちろんその茹でてから私は絞ったね。この料理も美味しいもんね。私は大好き。その、うん、プラス1年1回しか食べてない。あなたはね、そのクリスマス、そう、まあ、昔から、うん、これは私のアリチェのひおばあさんの料理、はい、いつも彼女はそのクリスマスで作った、はいはい、けど別にこれ、まあ、ブレッシャーの料理ね、このニョッキ、はい、OK、オイルね、はい、聞いたね、卵、1,2,3 混ぜる、するね、はい、混ぜてください。これしますね、反対に、うん、どっちでもいいんでしょ。し、どっちでもいい混ぜます。もう美味しそうやもんねもうほうれん草とミンチってもう絶対美味しいやつじゃん。そう、けどこれニョッキになりますね、はい、珍しいなニョッキ。本当にニョッキの料理実は多いからね。そう、 OK、 allora、今から、はいはい、完璧な食感、はい、欲しい、そうね、おお、手袋入った、ね、そう、パン粉、はい、入れます、はい、anche qua、本当に適当、これ適当、これは感覚ですね、書いてない、その1、2、3、4、結構入った、やってみましょう。ひおばあさんのレシピだからね、足らない、多分もう足らない、足らない、足らない、bisogna fare degli gnocchi、 devono stare insieme。 ああ、そっか、固めないとダメだから、そう、なるほど、だから、ああ、だからもうこれはもうね、5、6、7、そのミンチ、オレンソ、完璧なじゃなかったら最後パン粉、何でも直せる。ああ、そうね、パン粉で調節するね。そう、とにかく団子になればいいってことでしょ。団子、はい、これもう10杯入れたよ、10、せ、今10、もっと11、これだんだんちょっと OK になっているでしょ。ああ、そう、そうね、なんか固まってきてるね、もう一個入れましょう。13、縁起悪いでしょ、クリスマスに、okay. はい、これで14ね。13はダメでしょ、ナターレ、クリスマスで13はいつもその数字ね、そうそうそう、だからね、13人で食べたらダメだからね、はい、ナターレは増やすか減らすかよね。イタリア人だったら増やすよね、人vediamo。どう、できそう、お、できるじゃん、うん、できるし、però secondo me ci vuole ancora un po'。 あ、そう、もう全部、sì. 全部入れたらいいじゃん。そう、全部入れたら、もうこのままパッといきましょう。えい、もし足らなかったら、はい、もっと作らないといけないね、パン粉ね、sì. どうですか、la forma è questa、 はい、形ね。形はこんな感じね。どう、うん、いけそう。Allora、あったら多分ちょっとだけのもっとね。パン粉。bisogna anche、うん、ちょっとだけ。水分が多すぎるね。そう。
Shio, Toriaizo. Irimashou.塩。ああ、結構山盛り入ったね、塩。足らない、絶対。あ、二そう、つ。二つの山盛り。今、ちょっと待ちましょはい。う。置いておきましょはい。う。30分置いておきましょう。はい。30分ぐらい。はい。え、あとで、その食感ではい。チェックしましょう。けそうど、ね。多分大丈夫ね。そうね、大丈夫っぽいよね、雰囲気が。団子になりそう。団子になればいいってことだからね。そう。その後で茹でる。はい。大切なもの、溶けない。水の中、お湯の中。ああ、そういうことか。お湯の中でバラバラになったらダメってことね。beh, certo. Su, è sicuro, non hai. Passaggio per il sale. はい。どうですか？完璧。Sì, va bene. Ok, da cara? はい、待ちまーす。待ちましょはーい。う。Allora, はいはい。so, ne, ta rimasta, pan. パン粉パン粉ね、ね、ね、そうちょ、でもうす。ちょっと冷えけど、たら。はい。考えたら、ちょっと、ナツメグ、足しますね。ああ。ぐらいね。ティック。混ぜます。はい。OK。後ろのガスコンロ、お湯、ああ、はい。置いておきました。ね。はい、はい。その、オーブンに入れる入れ物、入れ準れ備るしてね。くだはさい。い。そうですね。だからちょっと、手に取って。手に取って。その、普通に形、こんな感じね。これ。はい、ちょっと長細い。そう。ね。長細い。小麦粉に入れて。小麦粉にまぶして。置いておきます。もう一個。キュッとしてね。OK、茹でますね。はい。からちょっとだけその塩入はいはい。れる。塩入れる。はい。し、と、私のニョッキ。はい、このニョッキ。入れます。はい。その、上。浮いてきたら、そうです。完成。そう、ね。ああ。その、もちろん、プルフ、その、上、その、外で、来ない。けど、その、4分ぐらい、4分ぐらい、はいはい。待ったら、その、上に上がっ本当てにくこる。こ、そう、ここですね。はいそはの、すぐ。OK、だから、取って。もう大丈夫？すい、大丈夫。上がってきた？すい、ああ。はい。では、どんどん。行きましょう。今、ちょっともっと、白くなった水は、そうね、濁ったね。だから別にちょっと見えた、見えるでしょ、ここでああ、すもっとね。見えやすい、ほんまやね。そう。プラス、ちょっと間違った。ちょ、間違ったというか、これいつもクリスマスの、量。まあ今年少ないけど、あんまりけど、少ないけどいっぱいあるよ、これね。けど、まあ冷凍できる後で、だから別はに。い、そうですね。OK。だから、今から、はい。この上、はい。バター、ああ、一個ずつというそうか、ね。まあ、一個、二個。そう。とにかく。そうそう。ということは結構な量ですね。そうね。はい、こんな感じね。し、ここにもう溶けました。暖かいから溶けたけあ、ど、そうあっか。た。なるほど。と、その上、パルメザンチーズ。はいはい。あ、チーズも。そう。オッケー。今から、はい。オーブン、はい。焼きます。はい、オーブンで焼きます。200度。はい、200度。200度。15分間。15分焼く。ね、はい。え、最後の5分グリル。だから、そのああ、オッ上、ケー。カリカリ。ね。はい。はい。OK。はい、はい。ちょっと眼鏡かけているのと服も変わったね。そうね、次の日。200度。はい。これ、入れます。はい。15分ね。200度で15分。15分。ね、もう温めてるね。あらかじそう、めこれ温めはてね。る。ね。はい。はい。15分待ちましょう。はいはい。ちょちょ。OK。その、もう15分経はいはい。ちました。はい。ね。こんな感じになった。その、溶けました、基本お、的に。はい。だから、その、最後の5分、まあ、3分でもいいです。はい。その、グリル。
はい、その上のグリルだからカリカリ、あ、はい、ちょっと、はい、トースター焼く感じね、5分間グリルね、そう、トースター。ちなみにこれ、その真ん中、そのもう私はカッポーね、そう、カッポーね、はい、カッポーね、取った鶏、そうね、トースターのクワリエ、そう、はい、ウズラ、ベーコンで巻いたウズラね、ホロホロ町、あ、ホロホロ町、うん、そう、これホロホロ町、はい、こんな感じ、ね、トロンケット、これそのうちのお父さん作った、あ、めっちゃクリスマスっぽいケーキね、半分の嬉しさ、その料理するでしょ、前の日、はいはいはい、けどもう、うん、食べる人がいない食べる人がいないけど別にまあまあまあ、はい、そうそうそう、はい、みんなにお裾分けね、はい、へへ、と一個食べましょう、一個食べましょう、はい。はい、こういう感じでね、お皿も可愛い。これクリスマスプレゼント、はい、食べてみましょう。熱そう、手伝ってくれてるのクリスマスだから、おいしいじゃん、うん、柔らかくて熱い、熱い、もうちょっと匂い、うん、美味しい、どうも、うん、どうな、思ったより重くなくて美味しい、うん、そうね、まあまあオレンジを、ほうれん草が入ってるからその重く、あ、うん、美味しい、これはだからでしょ、うん、これだったら食べれるね、いや、その初めにやっぱりそのね、クリスマスのニョコフリット食べたり、なんていうの、いっぱいサラミとかいっぱい食べて、この後その鶏もあるでしょ、その間でしょ、あんまり重かったらしんどいもんね、そうね、これいいよね、だから、そう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 、うん、はい、もういっぱいありますね、いっぱいあります、もう冷蔵庫の中もありますでも美味しいです、はい、ぜひ皆さんも試してください、そうです、はい、ではチャチャオ、チャオ、ボナペティト、ボナペティト。